ボートレース大村 G3 オールレディース競争準優勝戦11レースの展望番組を日刊スポーツの同期者とお送りいたします同期者よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれでは準優勝戦二つ目のカードですね11レースの展望ですまずは枠番から一号艇岸恵子選手二号艇山川美幸選手三号艇原田由美選手四号艇五丹田忍選手五号艇西村美智子選手 6号艇池田明美選手です3号艇原田選手4号艇五反田選手がフライングをそれぞれ1本ずつ持っていますそれでは土井さんモーター評価をお願いしますはい、えー、まず1号艇の岸選手なんですけども、はい、もう節感通してずっと良さそうかなと思います、うんはい、もうどちらかというともうバランス取れてるバランス型かなと、うん、で本人としても仕上がりが上々だし起こ、うん、しやスタートの行き足が良かったですよというお話いただいてます、はい はい岸選手、今日の準優勝進出戦ではトップスタートからも危なげなくもう逃げら、ねはいイン、イン戦で信頼できるかなと思いますそうですね2号手、山川選手なんですけども、はい、3日目まではもうレースー,ー中心に良かったんですけども、うん、えまあ4日目はちょっとグリップ感とかなくなっていましたと、うん、そして、えー、試運転からも怪しかったですよという話で、うん、確かにちょっと気配が悪かったかなっていうのは感じました。 はい、山川選手、きょう1走を終えられて、まあ、ちょっとお話を伺ったときに、なんかちょっとおかしかったって言って、まあ、早々にもうペラ、もちょっと叩かれてたので、2走目、ちょっと後半も、まあんまり良くなかったとっいったお話だったということなんですね。ははい。はい、わかりました。3号、えー、手、原田選手は、ですね、はい、まあ道中、雰囲気良かったですし、うん、もうジェレースも角から、えー、再打ちさせて、バックで伸びるようないい足していたと思います。うんうん まあ本人もえ足はだいぶ良くなっている、うん、足合わせでも伸びが少し良さそうだったというお話をいただいてます。はい、わかりました。四、えー、号手コタ田選手は、はい、ジュニーレース二周一マクで差して三番手に上がったりと、はい、うんうん、レース足実践足が良さそうかなと思います。うんはい、本人も周り足が良くてよくかがってくれていますというお話いただいてます、うん。はい、まあご本人の言葉通りでしたよね。あの差して三番手に、はい ね、浮上されて、うんはい、やっぱいい感じなのかなといった、はいはい、雰囲気でしたね、はいえー、5号手、西村選手は、はい、もうレーサー車はずっと良さそう、もう雪刊通して良さそうですね、直線も,もう悪くなかったし、うん、今の状態なら中堅上位はいってるかなと思います。うんうん はい本人も乗りやすいし、うん、レース足良かったですよというお話いただいてます、うん、はいなんか西村選手もおせっとしてなんか安定したちょっとイメージがここまで来られてますね,、はい、ますね本人としてはちょっと乗り心地がまあ日替わりというか、うん、変わることはあるけどっていう話なんですけれども視線差かかりとかそういった部分ではかなり良さそうですね、うん、はい分かりましたはいロコテ池田選手はもう順位レースいいスタート言ってたんですけどね、うん、道中厳しそうで、うん なかなか5着と落とされていますね、うん、成績本人も引き、えー、足から伸びがいいけど、うん、ターンで進んでなかったですというお話いただいてます、うん、そうですね準優進出戦はトップスタート行かれてましたねで,ねでまあ、バックでは3着の位置にいらっしゃったんですけど、うん やっぱりご本人のコメント通りちょっとまあ段が進んでないかないか。段ごとにちょっと着落とされるような形になってしまいましたね。はい。まあなのでちょっと池田選手はまあ低めのモーター評価4ということで。はい、そうですね。はい。はい、まあキ選手が一番高いまあ7という数字をはいいただいておりますが、はい、はい、それではそのモーター評価もふえ踏まえて予想していただきますが進入からお願いします。はい。えー、ここも進入はえー、3対3枠なり3対3の123新56、えー、で。 はい進入枠なり3対3ですねはい、はい、それでは本命フォーカスからお願いしますはい、えー、もう岸選手が動きがいいので、うんえー、一頭で234234、はい、という形で考えていますはい岸選手の頭ですね動きのいい岸が逃げるとタイトルを上げていただいてますはい、はい、モーター評価も一番高い岸選手頭で2,3、はい、着争いとして山川選手原田選手五反田選手に印をつけて いただいてます。まあ、やっぱり山川選手ね、あの、今日はちょっと、まあ、ちょっとおかしかったとおっしゃってたんですけど、やっぱ、明日。どうかなって明日の雰囲気次第では。どうなるかなっていうのはありますけど。現状では、やっぱ、木岸選手が圧倒的にいいので、もう、一頭かなと思います。はい、じゃ、あ二三着争いという方ですね。はい、それでは、狙い目として、上げていただくとすれば。そうですね。うん。四号艇、あの、は、五反田選手が。 船足かかりいいので、最長差して、はい、えっと、うん、抜け出すような展開もあるかなと思います。はい、えー、それであの動きのいい岸選手が粘って41流しと。うん、えー、どうでしょうか？はい、わかりました。狙い目としては、じゃあ4号艇の五反田選手から2着 2>、はい、岸選手で3着流しということですね。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。 はいそれでは以上準優勝戦11レースの展望でした皆さんぜひ参考にしてください土井さんありがとうございましたありがとうございました